口紅塗り忘れた。マイクの位置が悪いな。オッケー。よし。じゃやる前にちょっと口紅を塗らしてくれ。よし、やろう。何をやろうか。何も考えてないですね。あ、そう、聞いてくださいよ。メジャーカップとバースプーン買いましたね、やっと。これで、レッドブルウォッカが作れます。よし。行って、昨日なんか、酔っ払って転んだんだよな。邪魔だ。よし。おばはんの、ペンギンで入ったけど、おばはんのスキル上げしようか。あ、これ見てくださいよ、これ。あ、やべ、間違えた。トゥーシューこれ、かわいいな。あーおーいいなこれ。おいいなあ。上昇ができないから結局でもここでこういう登れないんだよな。上昇はできないもんね。上昇できたらでもいろんなとこに乗れてしまうからあまりよろしくないんだろうな。よし、まあよし、じゃあ酒飲んでいこうかな、早速ね。エビスビールをもらったんでね。じゃあ乾杯。ああ、うまい。これ良くないですか、これ。これつけるとこうバッグがつけられないから重量が持てないんだよな。これいいな。かわいいなこれ。これかわいくない？足揃ってる。かわいい。さて、どうしようかな。個人的に今日やりたいのは、おばはんの料理揚げかな。料理か、醸造を揚げる。醸造、あ、そうか、ぶどう持ってるから醸造もできるな。どうしようか。ワインってどうやって作るんだっけな。ワイン、間違えた。あれ？違う。あれ？ちょっと待って。ああ、ほらほら、違う。マスターオフ、あれ？あ、大丈夫か。綺麗だと思った。ウィキ。ウィキ。待って。ミニウォーターボトルだっけ？ワインは。ブドウとミニウォーターボトルね。ちょっと一回ログアウトしてキャラ切り替えよう。
映像キャプチャーデバイス上にして画像。うん、オッケー。どうしようかな。どっちあげようかな。醸造かな。料理かな。料理とりあえずこんにゃく作り切っちゃおうかな。それでその後考えよう。友達から10分クッキング撮ってよって言われたんでね、そろそろ料理もあげていかないといかんすね。よし、あ、違った、こっちじゃないや、こっちじゃない、えい、よし、じゃあちょっと ありますかね。やっていこうかね。よし。なんかこういうスキル上げて絵面が変わんないからどうかなと思ってたんだけど、よく考えたらでも配信ってこんな感じなんだよなぁ結局それ以外の部分ちゃんと、なんかちゃんとしたことをやるなら動画で上げればいいだけの話なんでね。うん、大丈夫料理今いくつ、 63.1 まで確かこんにゃくでいけるはずなので、まだまだ上がるね。絶対足んないじゃんこんな。こんにゃく今だって31個しかないじゃん。絶対足んないね。こんにゃく掘りに行くか。とりあえずこんにゃくを作って、あげられるだけ醸造をあげてから考えるか。その後のことはその時考えるね。段取りが悪いからさあー、こんばんもに、あー、この1個あるやつ何これ、樹脂いらないですね。あとです、じゃあ、あ、いや、売っちゃおう。セイドロの板がいらないですね。枠圧迫するだけだよ、女は。あー、いやー、それ新しい実況のシリーズを上げ始めたんですよ。不評ですね。いやー、まあちょっとゲーム自体があれだからな、僕のせいじゃないですいやー、でも逆にあれじゃないですか、最初受けなかったらもうあとダメじゃないですか。あれ、なんか漫画とかも同じで、絵面が地味、あ、台北大四空襲より絵面が地味、あー、それはダメだな。あ、でもあれもう後半またねスキルとかが出てくると結構ね、バトルが楽しくなってくるんでね。まあもうちょっとやりますけど、まあてか個人的にフロントミッションやりたいんでやりますけど、ネットでめちゃめちゃ酷評されてましたね、あのゲーム。なんか SE と BGM が劣化してるみたいな、あとなんか挙動がおかしいとかね、なんか
ストーリーも改変されてないし、別になんか致命的なバグがあるわけではないみたいなんですけど、うん、なんかもうそれ買ってから気づいてDS 版の方がまだマシみたいなことをすげえ書かれてましたね。なんなら PS 版の方がいいぐらいのこと書かれてましたけど、うん、悲しくなっちゃうね。まあ、それ後でそう買ってから気づいて、あマジかよっつって1回目の動画のタイトルをネットで酷評されてたリメイク版フロントミッションをやるみたいなタイトルにしたんですけど、うん、あとはもうノーアンサバイブをどこまでやるかですよね。いやあれはあれで結局いつも勇者で使ってる BGM 使い回しましたからね。いやーあと4つか。全然足んないじゃん。じゃあとりあえず醸造あげちゃおうか。もうでとりあえず今やれる材料です。で上げられるだけ上げて、でどのぐらいあと必要なのかみたいなのね、うん、決めてからちょっとペンギンで材料取りに行きましょう。樹脂もいらない、ゼードロもいらない、うんね。でお金をぶち込んで、あそうミニウォーターボトルあんじゃん。今43、あそこは醸造樽行かなきゃいけない。醸造樽ね、シェイカー持ってるね。シェイカーは？あ、何？ウイルスの脅威と防止？知らないよ。シェイカー、あ、まだ全然使えないじゃん、シェイカー。なんか、なんか魔法あげてた気がする、俺、この前。神秘だね。神秘、あれ、なんで神秘あげてたんだろう。なんかスキル使うためかな。スキル？テクニック？テクニック？ソーンスキン？あ、いやな。何するだ？あー、なんだっけ？アセット作るためか。あー、じゃあ、もう今日はもうおばはんのスキル上げで終わろう。もうずーっと。醸造を。とりあえずブドウの数だけ上げ切ったら次神秘を上げるみたいなね。いやーさっきからお腹痛いんだよな。今日は近所で盆踊りがあったんですよね。まだお盆じゃないのにね。お盆踊りやったんで、ちょっと、ね、がっつり予約注文入れてくださったんでね、うん、お祝い金持ってったんですけど、そしたら、恵比寿いただきましたね。恵比寿ビール。美味しいです。あ、こっちじゃねえや。あれどこだっけ。あそうか、思い出したぞ。レクスールの方だ。懐かしいな。なんかもう、お腹すいてん、お腹喉渇いてんのか。なんか初期の頃
マナポーター使えよってずっと言われてたな、配信で。マナポーターって何みたいな。東銀？ピアス開けたいんだけどな、一回開けたらすげえ、すぐ埋まっちゃって。ああ、それブドウ持ってきてんや。ああ、便利ですね。まあそれならでも、もうどこでもドアくれよって話ですよね。とりあえず、五大都市にはマナポーター設置していただいて、どこだかドア、だったな、そんな。なんです。あれはドラえもん、どうなった時に出てきたんだっけな。もうちょっと冷えてるとうまいんだけどな。さっきもらってきたばっかなんでね、あんまり冷えてないかもしれない。うまいけど。ミニウォーターボトルとグレープ。ね、ワインね。はい、上がりますね。ミニウォーターボトルもあんまねえな。でも40個しかないから。まあ、買い足せばいいんだけど。ワインはいくつまで上がるんだろうな。ワインは、ちょっと待って。もう、老眼で見えねえ。ワインが、ワインで、58.5。あと全然上げられるな。多分、醸造40いくつだね。あ、そうだね。うん。ワイン。甘口。ドイツの白ワインは美味しいですよね。甘口のね。なんか、ドイツワインは甘くていいんだけど、そうだから結局お酒飲むときつまみ欲しくなるけど、あれだったらもう普通にねジュース感覚であれだけ飲めるんでね、美味しいですよねドイツワイン。ただね、たまに飲んでると疲れてくるんですよね、舌が。最近甘い酒がちょっと苦手になってきたんでね、まあそう言いながらレッドブルウォッカ飲んでるんですけど、この前も結婚式で 2,3 杯飲みましたね。結婚式、いや結婚パーティーだな。いや良かったですよ結婚パーティー、ね、もう結婚したくないけどね。もう結婚はいいかな。いやーねー、その友達がね男運が悪くてね、もうずーっと昔からねずっと心配してたんですけど、やっとね、バツナン1ですね。さすがに2はそんなにしてないですよ。そんなにうんざりするほど結婚はしてないんですけど、でももうなんかいいかな、年も年ですし。今さら結婚してもね、仮に子供なんかできた時にね、毎週金曜日父親がさ
ねえ、女の子の格好してる、配信してる親父嫌でしょ。もうグレちゃうよ。いやそう言われても俺はまあまあまあね、私から見たら別にあれですけども、いや、その家族もちょっと面白、他人事だったらね面白そうだなって思うけど。いやもう結婚はいいな、結婚は。もう俺はママにはならないっすよ、もう。なんだかんだ言って結局ね、普通に恋愛対象は女性、普通にって言い方はあれだけど、違うな。なんでね、別に僕はなんかファッションの延長線上みたいなところでこの格好してるだけなんでね、浅いですよ僕は。情熱違う。ファッション、LGBT が進みすぎて、それは親が決めちゃいけないことじゃないかな。なんかどうなんだろうな。難しい問題だな。例えば、選手の A、C、性別決定されるのはもうどれか、そうだね、あんまり良くないと思うんだよな。ただ本人がもうね、だからどうなんだろう、その辺。未成年だからもう成人してから自分の金でやれみたいな言い方もちょっと乱暴だしね。20年間苦労し続けるっていうのもそれはそれできついもんね。まあアメリカの方は分かんないけど、日本だとねえ、ほらだ、そう自分の意思やるにはもうそれはそう、それはそこに対して親が反対するのはちょっと違うかなと思うんだよね。成人してるわけだからもう自分で意思決定権があっていいと思うんですよね。あれアメリカだったら好きな服着れそうだけど、例えばね、日本だと中学高校は制服があるから、もうそれを着るだけでも結構苦痛っていう子やっぱいるじゃないですか。それに対して親がじゃあ性転換費用出してあげるから手術したらって言ってあげるのか、それともそこは我慢しろって言っちゃうのか、ちょっとわかんないですね。どっちが正しいのかはわかんないですね。でもな、今だからそれを日本でやらせたら絶対非難されるんだろうな。難しい問題ですよね。なんで真面目な話してんだ。反対、どうなんだろうね、わかんないな。おー、素晴らしいですね。僕もあんまり、なんか正直言ってスーツとかあんまり着たくないんですよね。
どうなんだろうな。うん、別に男子がスカートも履いてもいいんじゃないの？着たい服を着ればいいと思うんだけどね。よいしょ。シルエットを出せるのしかないのはかわいそう。結局もう制服なんてものがそもそもいらないんじゃないかな。うん、いや本当にでもまあ楽だけどね。うん、だって着ていく服考えなくていいんだから、すげえ楽だけど、どうなんだろうね。いらないんじゃないかな。ウェブナイト毎日作る。うん、何時間かかるから。まあね、まあ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 、すげえ楽でしたよ。その観点で考えるならまあ別に制服いらないかなってなっちゃうけど、まあまあまあ、あれ？こっちじゃねえよな。あれ？たまに道わかんなくなるんだよな、これ。だろうね。どっちがいいのかは分かんないけど、結局あれがいいやこれがいいやっていうんなら、もう結局自分で用意する、自分で好きなものをチョイスしてもらうしかないんじゃないの。やっぱ制服とかそういうものって不要なんじゃないかな。あれ、ちょっと本当に帰り道が分かんないんだけど。あれどっちだっけ、ここ、あれこれか、あ、これだこれだ。酒、いや、まだ1本目、あ、いや、そんなことないか。さっきあれだ、盆踊り行った時になんか一杯飲んでてくださいって言われたんで、食券みたいのをいただいてビール一杯は飲んできましたけど、まあそれもでも3時間ぐらい前だからな。もう完全に抜けてますね。そんなに飲んでないけど、ちょっとね、でもなんか昨日あれブドウあと108、はあ、ミニウォーターボトルっていくらだっけ？乗りツッコミじゃん。あ、あれ？いくらだっけな？ミニウォーターボトル。その辺の曲。スピッツか、スピッツ。そりゃスピッツってカラオケ歌わねえな、全然。カラオケは昨日しましたね。
昨日は友達が酒をおごってくれるっていうんで飲んで、ガールズバーでカラオケしましたね。うん、カラオケで絶対歌う曲、最近でいいですか？最近？絶対歌う？絶対毎回カラオケで歌ってるのは、なんだろう。絶対歌う曲、米津の感電と、キングヌーのビニールと、あと、あれ、大石正義の幻想アンダーグラウンドですね。その3つです。これは歌います。多分それ3つじゃないかな、一番歌うの。15ゴールとか。熱唱カラオケマンってなんだ。箱、これでブドウちょうど使い切るかな。うん、よし、カラオケね。なんか久々に昨日新宿ってか歌舞伎で遊んだな。まあ最初おごってもらったのは渋谷だったんですけどね。渋谷でお好み焼き食べて、あ、マジそれ後で聞きます。今聞くと音入っちゃうとまずいんで。よし、飲んだぞ。じゃ、甘い酒飲みますか。よいしょ。あれ、めっちゃ凍ってる。よいしょよいしょ。よし。酒を作ってしまった。よし、じゃあ乾杯。水素の音みたいな言い方やめる。乾杯。美味しい。あー、水素の音。好きなんだよなあれ。
通販番組好きなんだよな、結構。最近全然見てないけど、昔もう垂れ流してたことありましたね、ずーっと夜中ラグナロクオンラインやりながら垂れ流してた時あったわ。いやあ、BS ね。BS ってあんま見てねえな、まあ、そもそもテレビをそんなに見てないからな。あーなんか胃が疲れてるな。昨日結構えぐい量飲んだんでね。アブさんとか、アブさん、まあもう最悪ペルノとかイエガーとかコカレロでいいんで、とりあえずハーブの酒は飲みたいっすね。いやでも俺昨日コカゴも飲んだな。しじみチャンスって何？昨日はね、えぐい量飲んだな、酒。朝まで飲んでましたね。後で調べよう。あ、濁るよ。濁りますよ。あー、今、アブさんないんすよね。手元に。すいません。見せらんないんすけど。あれ？油分が強いんですよ、あの酒。だから、あの、水を入れると、乳化するんですよ。で、濁るんですよね。本当の飲み方は、あの、ファウンテンに氷と水を入れて、あの、グラスにアブサンを注いで、そこにアブサンスプーンを乗っけて、そこにさ角砂糖を3つぐらい置いて、上からファウンテンから水垂らしながら、あの、溜まっていくのを待つみたいな。飲み方が正式な飲み方なんですけど、まあ僕はもう氷入れてアブさん入れて水で割っちゃってますけど、うん、結構乱暴な飲み方かなって思ってて、でそれをまあアブさんバーが恵比寿にあるんですけど、そこのマスターに、もうさ、あの、家だとね、ファウンテン使うのも結構めんどくさいんで、水で割っちゃうんすよね、つって、氷入れて、水入れて、割っちゃうんすよ、っていう話したら、いや、家で飲むのはそれでいいんじゃないですか、みたいな話をされたんで、まあ別にいいらしいです。僕はそれでいいと思いますっていう話だったんで、ね、うん。でもなんかそのね、静かにこうタバコを吸いながら、そのアブさんがね、アブさん水がこうポタポタ落ちて、アブさんができていく様を見ながらタバコ吸ってじっくり待つっていうのも結構楽しかったりもするんでね。牛肉が時間経つと白いのが出る。まあ多分そういうなんか冷やすと油が固まったりとかするあの現象と同じなんじゃないですかね、知らんけど。うん。あ、だからあれです、あの、温まってくるとまた無色透明に戻りますよ。うん、
りあえず、まあ、よくはもう本当によくわかんないんですけど、まあ、コカレロだったりイエーガーだったり、まあ、アブさんだったり、まあ、多分陽明酒でもいいと思うんですけど、あの辺の酒を一杯飲んどくと僕は翌日残んないんですよ。あ、だからこの前もまあアブさん自体を冷やしたことないな、そういえば。冷えて固まってるわけじゃなくて、多分水で乳化してるだけだと思うんで、多分冷やすと、時間が経つと、まあ、無色透明に戻るみたいな感じですかね。うん。冷やしたことないっすね、そういえば、クランデスティーノを。アブさんも結構いろいろ種類があって、ちゃんと蒸留してるやつもあれば、強い酒、スピリタスとかみたいな酒に、ハーブエッセンスを加えただけのアブさんとかもあるんで、まあ、そっちのなんか、いわゆるペルノっていう緑色のやつは、入荷しないっすね。あれです。ハブとかにあるやつですね。で、そう、結婚式の時に、やっぱりなんか、もう知らん人が結構やっぱ多いんで、僕は酒を飲まないと人と会話ができないんで、てか下のアイシャドウ強すぎない？なんかクマみたいになってるよね。あ、いや、でめっちゃ酒飲んだんですけど、もうこれ絶対翌日残るやろと思って、まあ家がとペルの一杯ずつ飲みましたけども、やっぱり残んないんですよね。やっぱいいですよ、ハーブの酒はね。にしてもちょっと強すぎる気がすんな、明日。もう心が病んでるっていうより、ここまでいっちゃうともう体が病んでんじゃないかっていうぐらい具合悪そう、単純に。ああ、こいつ入れれば少し明るくなるかな。これ見えねえな。これねえ、エチュードハウスで買ったキラッキラのラメだけつけるやつなんですけど、これを多分涙袋のとこに塗れば。てか今日照明が暗い気がする。なんでだろう。おおは。ピントが合わねえ。これ塗ったら少し明るくなんないかな。あ、やべ、塗りすぎた。うわ、塗りすぎた。全然変わんねえわ。でもちょっと良くなったかも。スタッフー、スタッフー。いや、電球のせい。
なんかだって最、てか、前回とかの配信の時全然気に、俺は気にならなかったんだけど。よいしょ。うわっ、わわわ、氷の塊がめっちゃ落ちた。やばい、レッドベルちょっと残ったな。ウォッカ、ちょっと多いかな、これで。スタースカートですよ。まあでもスカパンなんで、あれですけど。よいしょ。はい、こんな感じですね。よいしょ。どうせ見えないから下。ありがとうございます。どうせね、もうスカート履いて、下何履いてようが、なんなら履いてなかろうが見えることがないんでね、なんかあんま意味ないのかもしれない。ね、あ、すいません、上場しまーすサボってましたね。やっぱバースプーンとね、あれでこれでメジャーカップ使ってると確かに酒作ってる感があって楽しいな。やっぱいいわ。バイト辞めてから全然酒作ってなかったんでね。醸造じゃねえ、確かに。そもそもリアルで醸造してたら捕まっちゃいますからね自分で消費する分にしても、しても醸造しちゃいけないらしいですよ、個人で。なんかアブさんが高いから自前でアブさん醸造できねえかなって、醸造して蒸留できねえかなと思って。あ、そうなんだ。あ、そうか、クラフトビールはいいんだ。なんかそう、一瞬考えてやろうかなって思ったんだけど、まあそもそも酒作るのを禁止されてたんで。あ、そうなんだ、ダメなんだな。あと飯を漬け込むだけだから。あれです、あれ、アルコール度数が 1% でも上がってしまうとなんかダメらしいんですよ。度数が、完成した時に度数が、元の使った酒より1% でも上がってたらアウトらしいんですけど、上がってなかったら大丈夫らしいんで。だから焼酎に漬け込んでる飯は大丈夫ってことですね。あ、サングリアとかも多分大丈夫です。
あれ、いくつまで上がるって言ったっけ、ワイン。ワインが、あー、58.5。多分 58.5 はさすがにいかないんじゃないかな。生き返るわ。やっぱレッドブルは最高だな。もうエナジードリンクの味が大好き。モンスターも好きですよ。モンスターはもう、あの、パイプラインパンチがめちゃめちゃ好きなんでね。あと、あれが好きだったんですよ。あの、ちょっと前にリハブっていう、レモネードティー味のやつがあったんですけど、あれみんなに酷評されてたんですけど、僕は結構好きだったんですよね。うん。やっぱエナドリは炭酸入ってなきゃってみんな言うんですけど、別に俺は炭酸入ってなくてもいいかなって思っちゃうんですよね。うん。だって飲みやすいし。あとレッドブルのあれがパープルエディションなんかそろそろなくなりそうだから飲んどこうかな。まだパープルエディション美味しいんですよね。ファンタグレープみたいな味がするんですよ。うん。あとモンスターのロッシが結構美味しかったんですよ。あれがファンタオレンジですね。あれ完全に。美味しいです。とりあえず、もうレッドブルとモンスターは、あの、新しいの出たら、いや、レッドブルとモンスターっていうかもうエナジードリンク新しいのが出たらとりあえず1回は飲む。うん。モンスター僕一番カオスが最初好きだったんですけど、カオスなんかアメリカかなんかで死人が出たとかで一回日本の日本で販売されなくなっちゃったんですよね。まあ今出てますけども。うん。カオス結構好きだったんだけどな。ただこの前の、なんか、スイカ味は、ダメでしたね。ああ。まあ僕はスイカが好きじゃないんで。じゃあなんで買ったんだよって思うんですけど、なんかね、あれなんですよ、デザインが、あの、あれに似てたんで、あの、なんだっけ、キューバリブレじゃねえや、うん、あ、キューバリブレか、スイカ。あ、僕、スイカ、あれなんですよ、僕、スイカが嫌いっていうよりは、あの、キュウリがダメで、うん、そっちのスイカは好きだよ、俺は。もう、ずっと使ってますからね。スイカは、コンビニとかで支払うときに一番、早い。ピピッつってすぐ終わっちゃうから。で、なんだっけ。あ、そう、スイカっていうよりよ、キュウリダメなんですよ。で、スイカって、まあ、売りかなんで、根底にキュウリと同じ味が潜んでるんですよ。だから、ちょっと食うと気持ち悪くなっちゃって。うん。
え、マジで？なんで？スイカ遅くなったな。遅くなった気はしないんだけどな、別に。仮に遅くなってたとしても、うん、いちいち残高をサーバーに問い合わせるんや。ああ、そうなんだ。なんかでも別になんか遅いなって感じしないけどな。ピピって割っちゃうし。まあ、基本的に最近はあんまりスイカ使ってないですけど、うん、最近はクイックペイしか使ってないからな。クイックペイも結構早いっす。うん、あー、なるほど。それは厄介だね。あ、じゃあ、あれじゃん。あの、パスモも入れとけばいいんじゃん。スイカとパスモ、両方のサーバーがダウンすることってないし、多分。天才だわ。悪魔的発想。そりゃ悪魔的発想といえば、まあ、最近気づいたんですけど、昔動画を毎日上げてた時に一番最長で半月分ぐらい動画をストック持ってたことがあったんですよ。うん、もう毎日なんか今年はもう365日全部動画を上げるみたいな目標を持って1年やったことがあったんですけど、その時もう一番多くて15本動画のストックを持ってたことがあって、でまあなんか今だともう1日ってか動画撮ったのをそのままその日に上げるみたいな状況になってたんで、まあ、ちょっといろいろ考えたんですよ。なんかうまい方法ないかなって思った結果、なんと、まあ、僕は思いついてしまったんですよ。1日に動画を2本ずつ作っていったら1ヶ月後に1ヶ月分の動画のストックがあるっていうことに気づいたんですけど、まあ、早速今日動画が上がんなかったですね。なんだっけ？まあさすがにでも。そんなんなったら日本パニックになりますからね。多分大丈夫ですよ。というわけで、そう、1日動画を2本ずつ撮りたいんですよね。ただね、雑談動画1日2本撮れないんですよね。そんなに話すことないんすよ。最近そんなに面白いことあったかって言われてそんなにないんすよね。せいぜい最近あった面白いことって言ったら、そんなに面白いことないな。だって結婚パーティーの帰りに渋谷から逆方面の電車に乗ってしまったぐらいしか
気づいたら大手町にいたんですよね。え、酔ってなかったんですよ、そんなに。そんなに酔ってなかったのに気づいたら大手町にいたんですよ。半蔵門線ですね。そう思い出した。昨日、生まれて初めて、セクキャバに行きましたね。楽しかったっす。そうっすね。いやだってああいうとこへ行って恥ずかしがってもしょうがないんでね。己を解放しましたね。わざわざ行ったのにね、かっこつけて酒飲んでるだけのやつ気持ち悪くないですか、逆に。じゃあ行くなよって話じゃないですか。じゃあ飲み屋行けよって話ですよ。大体同じです。ね、なんか。そういう、自分の知らない世界に飛び込んでいくのは面白いですね。何に関してもね。実際だから、こう、配信やったりとかもそうですけど、おっさんパブか。それはあんまり行きたくねえな。臭そう。我々がおっさんだ。ね。なんか、配信だってそうだし、DJ だってそうだし、なんかとにかく知らんことをやってみるみたいなのが好きなんですよね。やってみたら楽しかった、面白くなかったみたいなのは、あれもしかして重量オーバーですね。ありがとうございます。うわー、マジか。あれ、まだバス持ってたっけ。あれ、バスペンギンの方に渡した時あるわ、あるわ、よかった。よっしゃー、快適やでー、マジで。よしまあ、あんま細かいことは言わないですけど、思ったよりいろいろできるんだなっていうことには昨日気づきましたね。しょうもない話だね、これ。本当にしょうもないよ。あ、ワイン持ってんだよ。スタックスポ。とりあえず、作ったね。持ってる分はね。そしたら、もう、あれだな。40分で5000円ですね。あ、5000円？ 8000円だったかな？ 5000円だったかな？あ、最初が8000円で、延長が5000円ですね。
です。まあ大体あとキャバクラとそんな大差ないんじゃないかな。ん？ドリンクはまあまあ一般的なガールズバーとかキャバクラとかと同じであれです、セット料金なんで自分の飲み物は基本的には飲み放題ですね。うん。あと女の子にお酒を出すか出さないか、まあそこは自由なんでね。うん。あれですけど、まあまあ女の子にお酒出せないならそんな店行くなよって話なんですけど、うん。そんな感じっすね。そんな感じっすね。うん。よし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 。あれ何だし、いやまあ基本的にはあいや女の子のドリンクは何飲ませても同じですよ値段。一杯いくらなんで。じゃあ神秘あげようかな。あれ？俺神秘あげっすよね。あテクニック欄から使ってたのか。これないわ。もう出すとかないわ。ソーンスキン。ああ、そっか。メディ持ってねえのか。メディだけ買っとくか。ちょうど100残ってるわ。素晴らしいね。まるで計算されていたかのような。あれ？マジックってどこで言ったんだっけ？あれ？マジック？マジック？あ、そうか。ここじゃ買えねえのか。ディスク行かなきゃダメだ。行こう。いやさて、どうでもいい話なんですけど、26日で、43歳になりますね。ありがとうございます。レランの前でレーションダメですよ。そろそろね、実装してほしいな。あ、こいつじゃねえ。リコールレーションしたら、なんか攻撃してくるみたいな。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん。43歳。嬉しい。あれ？俺メディテーション持ってる。ちくしょうがちょっとあんじゃねえかよ。ふざけんじゃねえよ。ほんとに。もうやっちまった。いや、別キャラに渡そう。もったいねえから。100ゴールドでも。もったいねえ。ってとこで酒がつきましたね。どうしようかな、酒。まだ45分あるから、もうちょっと飲みたいですね。じゃあ、ちょっと一旦休憩。2、3分休憩します。トイレ行ってきますね。うん、はい。じゃあ。よっしゃー、ジャックコーラですね。よいしょ。よいしょ。うん、ジャックコーラの泡は茶色いな。お、お酒持ってきますか。あ、ちょっと濡れてんな。お、やだ。よいしょ。いやー、43か。多いな。ぼちでいっか。よし。なんだっけ。神秘いくつまで上げればいいんだっけ。なんかあの、あれ、アセット情報。その他。ホームレコーダー、神秘、50！ ここ50！ 結構いるんですね。50って結構上げんのしんどくねえ。まだまだ上がるけど。20か。MP 回復装備。MP 回復装備ってどんなんだろう。MP 回復装備。栄翔短縮はなんかありそう。
ギザードリークロークとか上がんねえかな。サファイエ、黄金のスノー、おお、星のマント、あー、なるほど。え、それだけのために開けんの、売っちゃった方がいいような気がするな。魔導の手袋とか上がんないかな。月と星のせい、なんかこの辺適当に移動してみよう。魔導の手袋、魔力プラス5しかねえわ。これは効果が上昇してディレイが、あ、ディレイが短縮される、いいじゃん。これは魔力3、最大 HP5、 あー、光のベール、どんな効果、ステータスダウンの効果、これはいらないな。魔石のサークレット、マガタマの耳飾りなんかあった気がするなぁ、どっかに。焼酎ジンジャーエール。ジンジャー。これは？これ何も効果ないじゃん。いらない。ウィザードリークローク。回避が 3% 上昇して、全然いらないですね、これ。スプーンは、おばさんのスプーン、チャージ時間延長、あ、でもこれチャージできるからいいや、チャージできるから持っとこう。でとりあえず、ペンギンの方のアカウントにあるかもしんないな。ペンギンの方のアカウント開けるかな。スターオブエピック、よし、はい、こんばんは。使用済みスプーン、スプーン基本的に使用済みなのではそんなことはないか。カオスサークルは、とりあえず一旦これを移して、あれ、なんか今余計なもん移動しなかった、メディテーション、星のマント、星のマント、カオスサークル、この辺は？今、ジャックコーラですね。ジャックコーラ。もうなんか、疲れてきたとき、ジャックコーラいいなぁと思ってね。あ、これさっき装備したじゃん。星のマント。これは？あ、そうです。ジャックダニエルですね。死の魔法、暗黒命令の技の効果が上昇する、いらないですね。カオスサークルね、いらないですね。魔力プラスか、微妙だな。この辺は、あ、魔法ディレイ短縮、いいね。これでいいか、とりあえず。
スカート。あれ、もう一箇所なかったっけ？あ、ウィッグか。ウィッグは、どっかにあるな。まあいいか。ジャック・ダニエル、効果杯作るならジャック・ダニエルがやっぱいいような気がするな。これ缶のやつ買うよりジャック・ダニエルとコーラ買ってきて割った方が安上がりなのでは。ジンジャーハイも美味しいよね。うん。ジンジャーエール。懐かしいな。好きだった女がジンジャーエールめっちゃ好きだったな。うん。そうだよね。そうっすね。いや、ああ、もうジャック・ダニエル買ってきちゃおっかな。ジャック・ダニエル。で、コカ・コーラゼロで作ったらカロリーも抑えられるわけじゃないですか。今だから、あれ、なんだっけ。僕、レッドブルウォッカも、こっち、シュガーフリーで作ってますからね。甘味料の味、あんまり好きじゃないんですよね。甘味料、ずっと口の中になんか、ベタベタした甘さが残るんでね、それがあんまり好きじゃないんですけど、ゲームスタート。そうなんですよ。ずーっと口の中にいるのはね、まあまあ確かにそれもあるかな。そうなんだ、美味しそう。美味しそう。なんかこっちの画面をね、操作するの好きじゃないんですよね。あんまりカメラに近づくとなんかブスがバレるから、あんまり近づくしたくないんだよな。カメラの解像度が結構こうぼやーっとしてる方が好きなんでね。ムトゥーム地下墓地、いきます。なんかサーフェスのキーボードの調子が悪くてね、あのタッチパネルじゃないとできないんでね、近づかないと押せないんですよね。今 8K な 4K って何って言ってる時代にもうやって言ってたら、あれヌブール言っちゃった、間違えた。ムトゥーム、ネオクヤマじゃないっす。ムトゥーム、ムトゥーム、ネオクじゃねえんだよ。ネオクなんかいかねえんだよ。ええー、おい、メア、メアじゃねえんだ。ムトゥーム、ムトゥームが押せない。ちょっと待って待って待って、はい、あ、オッケーオッケー、押せた。違う。そうか。一回ペンギンに切り替えなきゃいけねえんだ。あれ？こうです。で、こっちロフ、ちょ、両方ともログアウトしねえと。
ペンギン。ペンギンね、いや、サーフェスの方でマイペ開くと、全部表示してくれなくて、戻れないんですよ、ゲーム画面に普通の。なぜか知らないし。なぜか知らないんですけど。よし。来ましたね。とりあえずさ、これやっとこうぜ。これやっとこうぜ。ね。ドゥーン。やべえ、やべえ、くっすー、くっそー、マジかよ。ざけんじゃねえ、ほんとよ。しょー。いやー、楽しいわ。あ、じゃあこれ画面出てねえじゃん、ほら。何やってんだよ、ほら。これこれこれ。これこれ。これがやりたかったのよ、俺は。これね。ここだと使いづらいな。マイペ開いて。ね、かわいいっすよね、ペンギン。ペンギンが飛ぶとこ。じゃあマイペ開いて、見ていこうかな。こんなさ、こんなことやってる間にさ、神秘5ぐらい上げられたのではっていう感じになっちゃうけどね。セクシーヴァンパイアセット、これなぁ、ノーフェイスロー、まあね。あ、やべ、取っちゃった。あ、いいのか。ほい。グローブオブシルフィール。エアリエルロッド。グリモアシスターズ。千個の面。玉の石きつね麺、茨のネックレス、魔導の手袋は今持ってんだよね。あ、マジで打天使の羽、オッケー。ちょっとノーインカム、マジックフェザーウエスト。まあそうですよね。いやいや、すっげえ黙ってた今。ちょっと待って、リセットして、打天使の羽はとりあえず移動するじゃん。あと何があんの？オフショルシャツとか実はみたいなことない？キツネ麺とか。なんで俺打天使なんでこんないっぱい持ってんだ。エアリエルロッド、ちょっと移動しとこう。これでちょっと見てみよう。キツネ麺回避に
いらないですね。攻撃力か。陣痛力は敵から認知されにくくなる。あー、これ近接用だな。魔力8。あ、強いね。回復魔法の効果を上昇させ、専用技癒しの数が、何それ、知らん。いらね。あ、魔法ディレイ1。打天使の翼が、MP 自然回復力上がる。なるほどね。で、これ打天使の羽と、これもうディレイが下がるからいいんじゃないですか。ああ、いやでもこんなもんか。そんなところだろうな。え？打天使ってなんで打天使になった？知らん。天使がなんで打天使になったか？神様に逆らったからじゃないですかね。ルシファーとかってことですよね。ルシファー。まあ多分諸説あると思うけど、ルシファー率いるなんか天使たちが神に逆らって戦いを挑んで負けたんで落とされたんですよね、あいつら確か。ルシファーとレビアさんとアモン、なんだっけ、あとアスモデウスあ、覚えてないな。七つの大罪覚えてないな。だあいつらは天使の階級で言ったらセラフだったんですよ。で、まあ、セラフは、まあ、まあ多分あの、まあ一番有名なのはミカエルだと思うんですけど、ミカエルってルシファーとかに比べるとめちゃめちゃ階級低いんですよ。あ、そう、ベルゼブルだ。うん、そうそうそう。そう、そいつらに比べるとめちゃめちゃ階級低かったんですけど、あの、そいつらがいなくなったことで、あのセラフに格上げされた。ですよね、確か。確かそんな話だった気がする。
そう、あ、大天使とかだったっけな、なんかまあとりあえずアークエンジェル、アークエンジェル、うん、多分そんぐらいだった気がする。なんかめちゃめちゃ階級が低いはず。うん。まあ、あ、そうそう、天使、大天使、あとわかんないです上から行くと、セラフ？ケルビム？なんか全然覚えてないな覚えてないな、だめだ、出てこないな。あー、バスタード懐かしいな。ソロネ、ケルビン、ドミニオン、あ、そうそうそう、あ、ソロネか、ソロネ、ケルビン、ドミニオン、パワー、バーチャーか。うん、打天使は悪魔じゃないんですよ、もともと天使なんですけど。そう、あれ、あ、その辺はだからあれだ、あれ、俺ケルビンはあれっすね、あれなんだっけ、あれあれ、ゼノギアスのエレメンツの4人が、ドミニアとあれ、ケルビナとトロネとセラフィータですよね。うん、あれ天使から上から順番に4つですもんねあ、それで覚えましたな懐かしいな、ゼノギアス、ゼノギアス好きだったんだよな。ケルビナがめっちゃ好きだったんだよな。これをあいつに渡せばいいのかな、おばはんに渡せばいいんだな。おいおい、あれ、おばはんのアカウントなんだったっけ、これか、あ、そうなんだ、ダブルオーナー、しっかり見てないからな。もうスパロボの知識しかないっす。おい、よし、じゃあ、じゃあログアウトしてね。あ、ちょっと、あ、間違えた、画像ノーワンサバイブの画像出てきちゃった。じゃあログアウトしてね。ん？あれ？はい、ログアウトして、獣フレンズじゃないですよ。まあ獣フレンズだけど、ほぼこんなん獣フレンズも
全部見たっけな、ちゃんと。あんまり記憶ないんだよな。なんか最終話見た記憶あるんだけど。懐かしいな。もう懐かしいな。一時一世を風靡したのに。オーバーハンで入って。あ、違う、ここか。羽ジックフェザーウエスト、あーこれバス入れ替えか。バス預けちゃおうかな。カバンちゃん、カバンちゃんね、カバンちゃんね。あれちょっと待って、アニマルバス、1しか見たことないっていうか、ほとんどの人が1しか見てないんじゃないかな。なんか2がクソっていう話なんで、ドストレートに今言っちゃったけど、ザクザク上がるな。楽しいね。この辺がやっぱ一番楽しいかもしれない。やっぱ低レベル帯で、低レベル帯低スキル帯で上げてるのがマジで楽しい。役に立つんだっけ。遠赤外線効果、疲労回復効果がある。スタミナの回復にしか役に立たないかな。あと10分か。どうしようかな。まだ飲み終わってないしな。誕生日パーティーやりますか。ちょっと待って、延長し、まだこう、コクハイ飲み終わってないから。金曜日の配信でやりましょうか。やりましょうかってなんだ。いや、とりあえず、当日は、あれなんですよ。友達が、パーティーやってくれるっていうんで、それをやって、木曜日はちょっと予定が入ってるし、火曜日どうしようかな。火曜日どうすんだろうな。記憶ないな。金曜日に生誕祭、誕生日配信、いつもの配信だけど、結局なんか特別なことあるかな。特別なことできないかな。とりあえず配信は来週は金曜日と月曜日にノーワンサバイブをやりたいんですけど、一回も死なないで
ゾンビの襲撃イベントを突破するみたいなのをやろうと思ってたら、なんと死んだんすよね。だからもうどうしようかな。動画内で死んだんすよ。だからもう目的を達成できないんですよね、あのゲーム。でもなんか一回襲撃イベントやりたいんで、とりあえず月曜日は一回配信やりますね。で、金曜日当日にやらなきゃあんまり意味がないような気がするけど、なんか寒くなってきたな。寒いな、ちょっと。ノースリーブ寒いっすね。ね、金曜日、じゃあ金曜日やります。じゃあケーキ食っていいっすか。いや、ワンホールは食べないっすよ。ワンホールは食べないっすよ。あんまりね、配信とか動画で食べたくないんですよね、食い物を。頭がですよ、本当に。マンホール、あんなガッチャンしか食べないよ。ガッチャンだっけ。へい。あ、なんかちょっと上がりが渋くなって気がする。てか今神秘いくつ？神秘が 22.3。 はぁーほー。てか今まだチャージする必要なくない？失敗上げできないもんな。あ、一回外しといた方がいいかもしれない。15号ってどんぐらいのデカさなの？え、5号でこんなもんでしょ？多分5号、あれ？クリスマスの時5号食ったんだよな。覚えてないな。あれ、クリスマスの時何号？5号だっけ？ 4 号だっけ？こう待ってか、なんか開始30分ぐらいで目がうつろになった気がする。ウェディングケーキとかそのサイズじゃないの？ケーキ15号のケーキってどんぐらいでかいんだろう。サイズ表、基本的に10号までしか書いてないんだけど、15センチで5号だね。うん、10号で直計30センチ、14から16名って書いてありますね。ちなみに5号で直計15センチ、4名から6名分ぐらいですね。いや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 。
そうか、5号でも4、5人分ぐらいってことか。怖っ。あれよくったなぁ。1号、あ、でもね、あれ、ケーキの最小サイズが4号らしいですよ。直径12センチの2人から4人分ぐらいらしいです。こういうのをもう知識として吸収するのが好きでね。あ、そうなんだって、なんかそういえばこれってどうなんだろうみたいなのを調べて、そこをだから知識として吸収するのがすげえ好きなんですよね。ケーキに限らず何か食べたいものを食べよう。12センチが最小らしいです。4号、ケーキに限らず食いたいもの。あ、そうだから木曜日ね、あの、そう、木曜日は別の友達が祝ってくれるらしいんですけど、あの、なんか食べたいものあるって聞かれたんで、お好み焼きは昨日食べました。お好み焼きは昨日食べましたね。なんで、そう、木曜日は何食べたいって聞かれたんで、まあ、強いて言えば韓国料理か沖縄料理って言ったんですよね。か、まあホルモン。あ、マジっすか、昨日お好み焼きでしたか。僕昨日はね、そう、お好み焼き、そう、あの、最初ね、赤から行こうって言ってたんですけど、あの、か、あの、行くメンツが一人辛いのがダメだったんで、お好み焼きにして、だから昨日はお好み焼きとおっぱいを食べましたね。変なとこ。辛いと辛いって字同じだからね。あ、そう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 、お好み焼き食べてから一回ガールズバーを挟んで、あの、行きましたね、セッキヤバにね。で、朝まで飲んでました。朝まで飲んでた挙句に朝から仕事でしたね。やらかしましたね、また。ほんましょうもないで。ああ、そうなんだ。いや、だってさ、だってさ、ろくに消毒もしないまま次のやつが吸ってんでしょ？ダメでしょ？吸ってるって言い方。いや、まあまあ。さ、つぼった。昨日食べたもん。ほんましょうもないで。拡大しますよね。そうそうそう、そうなんですよ。あ、そこは
どうなんだろうな。なんか多分消毒はしてると思うんですけど、いやあんま具体的に話すべき内容ではないよなこれとは思うけど、まあなんだろうな、そっちで感染したのかなっていうのはちょっとありますね。昨日言った感想としてはね、昨日初めて行ったんですけど、まあ、具体的にはあんまり言いたくないですけど、口から感染したんじゃねえかなとは僕は思ってますね。そっちじゃないかなと僕は思ってるんですけど、だってこっちはまあまあ消毒はしてると思うんであれですけど、口は消毒のしようがないですからね。まあ深夜だからいいか、深夜だから許してくれ。そう、どうにもならないですね。そうだ、そうだから、その時に飲んでるスピリタス飲みながら、接客してんならともかく40度ぐらいの酒じゃどうにもなんないですからね。しれっと40度の酒を飲み始めましたけど、酒がつき、もうこれよくある話なんですけど、酒が尽きるか時間が尽きるか、ぴったり時間ぴったりで酒が尽きてくれるといいんですけどね。で今その状態なんですけど、さっき延長したの酒が残ってるからっていう理由で延長したんですよね。で今酒が尽きて時間が残っちゃったんですよ。これ難しい問題でね。あこれ、あー、触媒がつきましたね。いてててて、あ、やっべ、足も怪我してんじゃん、俺。昨日、酒飲んでこけたんですよね、2回ぐらい。2回、3回。ありますよ、今、ラフロイグ飲んでます、これ。これは、ウイスキーですね。アイラモルトです。僕は本当はラフロイグは10年が好きなんですけど、もらったセレクトカスクがいつまでもなくならないんでずっと飲んでますね。ああ美味しい、結果美味しいんですよね。アイラモルトって最高だな。怪我はここですね。ここと言えねえか。ちょっと作家将軍になっただけで、別に正直そんなに怪我はしてないです。案内所出たとこでこけましたね。いやまあ骨に異常がなければもう擦り傷なんかそんなにすぐ治るもんなんでね、大丈夫ですよ。300ぐらい買っとけばいいかな。
まだソーンスキンでいけるよな。オブレイ。あ、でももう25か。ソーンスキンが神秘20だから、まあまあまだいけるか。いやまあ、セキュアバ行った話はね、僕の中では結構面白いんですけどね、どこでこの話したらいいんだろうかなと思ってね。はい、行ってらっしゃい。まだまだまだね、まだ20分以上ありますから、行きましょう。酒ね、どこで話すりゃいいんだろうな、話すタイミングがないんだな。これめっちゃこの話してるけど、よく考えたら俺知り合いの女の子見てる可能性あるからな。どうしようかなこれ大丈夫かまあええか知らん、うまいな、ウイスキー。あぶねえ、これこのうちはダメだ、これ町内会の名前が入ってる、これダメだろ、これなんで入れたんだよ。いやー、でも冷静に考えたら失礼、なんか調子悪いな。なんか冷静に考えたらこの格好でセキュアバ行ってんの異様だよな、周りから見たら。絵面的にはね。昨日行ったお好み焼きはめちゃくちゃ良かったっすね。でも、なんか渋谷のお好み焼き屋なんですけど、創業90何年とかで。はって感じっすよね。いい店だったなぁ。いい店だったけど、あのホッピーの中頼んだら、ちょっと多めに注いでみましたっつって、7割ぐらい焼酎入っててグラスにいやいやいや、ちょっと多めに注いでみましたじゃないがと思ってあ、でもそこね、ビールの冷やし方がもう完璧なんですよ。もう死ぬほどうまかったな、あれ。おかえり。昨日のビールマジでうまかったですね。もう完璧、瓶ビールの冷やし方がね、いいっすね。最近瓶ビールなんですよね。生じゃなくて、あのジョッキじゃなくて、最近瓶ビール好きなんですよ。手酌で注ぐのが、まあうまいっすよね。
いやだって夏ピン美味しいっすよね、本当にね。うん、あの夏のメリットってビールがうまいか女の子はちょっと薄着になるぐらいしかメリットないじゃないですか。ないんですよ。夏の食べ物って僕あんまり好きじゃなくて、うん、なんで夏すげえ食欲落ちるんですよね。だから無理やり辛いもんならちょっと食欲湧くんで無理やり食ってるみたいなとこあったりとか、うん、あとまあ単純に暑いと具合悪くなるんですよ。うん、寒くて具合悪くなることほとんどないんですけど、暑いとも具合悪くなるんで嫌なのと、あと服のね、幅が減るじゃないですか。うん、あ、そうだからもう夏は虫が湧くのも嫌です。うん、正直まあ虫僕割と大丈夫なんですけど、別に気持ちのいいものではないですし、なんなら一番嫌いな虫が一匹いるんで、一種類いるんでね、うん、まあ分かると思いますけど、うん、もう名前を出すのも嫌だもん、だってあいついやカブトみたいなやつですよ。もうタッチ的にはね。あいつ、いやまあ別になんか昔ほど嫌いじゃないけど、嫌いじゃないっていうか、まあ好きでもないけど、そもそも、うん、都会でも出ますし、都会のが出ますよ。ああ、ご家庭にいますね。え？ご家庭にいるやつですよ。流しとか風呂場によく出るやつですよ。もうマジであいつが嫌いで、本当に。いや、あいつはだってドブとかにいるじゃないですか、よくね。いやー、もう本当にあいつはダメですね。あー、だ、そういうのもあるから夏のメリットってほぼないんですよ。そんな中ビールが美味しいっていうメリットはね、でかいですよ、やっぱり。だって美味しいんだからうん、缶と瓶で味が違う、まあそうですよね、まあそうなんですけど、缶溶けてんじゃねえかなと思って、うん、あ、やべ、だから缶ビールもグラスに移したら割と美味しいんですよ。缶から直で行くから美味しくないんですよね。缶が溶けてるわけじゃないと思うんだけど、なんかこの缶を直接口につけた時にこの缶の味がするんですよね、多分。それと混じって味が落ちてるんですよ。だから
グラスに移してちゃんと飲めば缶ビールも割と美味しいです。うん、全然味が違う。家で飲むなら缶の方が安上がりなんでね。うん、最近はでも外で飲むなら瓶ビールですね。うん、ジョッキで生飲むより絶対瓶ビールの方が美味しいです。うん、そうそうそう、まあ酒屋さんとかに持ってけば少しお金も返してもらえるんでね。うん、お、贅沢ですね。いいですね。グラス冷やすためだけに氷を使う。いいですね。あと瓶ビールはがビールてかビールが固まるのが4度かららしいんですよ。マイナス4度かららしいんですよね。うん、なんでマイナス2度とかマイナス3度の設定の、 あの例えば製氷機とかに入れとくと凍らないんですよ。なんでおすすめです。4度になるとたまに瓶割れるんで、うん、多分アルコール 5%の酒が凍るのが多分4度とかマイナス4度とかマイナス5度からだと思うんで、日本酒とかだったら製氷機に入れるよりは絶対凍らないんじゃないかな。ちなみに冷凍庫に入れると日本酒はこう、日本酒とかワインは凍るらしいですよ。あ、ワインは凍るか、だって 7% ぐらいだもんね。日本酒が確か16度とかだったかな。ちなみに40度の酒は凍らないです。だからウイスキーとかテキーラとか、まあ、焼酎はどうだろうな。20度ぐらいか。20か25度だから、ちょっとわかんないですけど、うん。ウォッカ、ウイスキー、テキーラ、まあ、アブさんもそうか。アブさんと、うん。ブランデーとか凍らないんじゃないですかね。40度以上だったら絶対凍らないです。うん。凍らせる専用の金宮、うまそう。マジ、金宮ちょっと買っとこうかなと思って、僕、あの、紅茶杯が好きなんですよ。うん。無糖のが好きですけど、無糖紅茶杯が好きで、うん、あいつを飲み屋でなんか脳死状態で飲み始めたらもうマジであの死ぬ、あのだいたい潰れますね。うん、アイスティー無糖紅茶杯だ。あのゴゴティーの美味しい無糖金宮で割るのが好きなんですけど、うん、金宮買っとこっかな。マジっていうぐらい紅茶杯が好きなんですよね。なんで俺銀行来たんだっけ。ジャワティー杯は絶対うまいですよ。ジャワティーは絶対うまい。うん。紅茶割り美味しいですよ。本当に。紅茶割りは、めっちゃ好きですね。うん。できればレモン絞りたいですけど、まあなければなくてもいいかなっていう感じですけどね。あれだ、あの、美味しい無糖のレモン味があるんで、それで割ったらいいっすよ。うん。レモンなければ。
うん。甘党だったら別にあれですよ。あの、ゴゴティーのストレートでもいいですし。うん。あの、加藤の紅茶杯でも全然美味しいですよ。おすすめです。さっぱりするんで、口の中。緑杯とかだと、なんか酒の味が結構強く残ってしまうんで、ウーロン杯、ウーハイとかね。うん、ウーハイと緑杯は、あと、ジャサイとかは、なんか酒の味がめっちゃ残る。あ、ジャサイそんなんでもないか。うん。なんで、あんまり好きじゃないんですけど、紅茶杯とコーヒー杯は、酒の味があんまり残んないんで、いいんすけど、いいんすけど、酒の味がしないから飲みすぎちゃいますね。うん。よくないですね。酒はやっぱね、なんか、どうなんだろうな、酒の味がする方が、あの、飲みすぎなくていいですね。うん。あ、そう、絶対泥酔するんで、あの、外でやるときは注意が必要ですね。うん。やっぱ喉に引っかかるぐらいの味の強い酒の方が、絶対、セーブするんで、後半僕はウイスキーのロックをチビチビ飲む方が割と正常な飲み方ですね。もう本当に後半に無糖杯とかコーヒー杯とかを飲み始めたらもうダメですね、大体。もうそこまで泥酔してたらもうほろ酔い飲んだって酔うんでね。うん。だ最後もう酒が回って結構フラフラの状態で、あえて強い酒を頼んでゆっくり飲む、これのが僕は最終的には良かったりします。うん。一番いいのはアブさんですよクランデスティーヌを水で割って飲むそしたらもう明日の朝すっきりですから。うん。ほろ酔いってほろ酔いで済まないかな。いやー、でもやっぱ最近、まあ配信もそうですけど、5% スタートしてるんですよね。うん。今日もだからビールでスタートして、で、あとは、ね、氷結とかでスタートすると、割と調子いいんですよ。うん。酔わないけど、目に見えて酔わないけど、ちゃんと蓄積してるみたいな状態でスタートする。最初 7% スタートだと結構後半がしんどくなってくるんで、5% スタートがいいですね、最近は。だからやっぱりビールか、うん、最初ハイボールはね、多分良くないですね。ハイボールスタートは結構後半がしんどくなりますね。うん。っていう感じですハイボールが初手スピリタスはダメでしょ。てかスピリタスはダメですよ。うん。だって酒の味しかしねえもんだって。うん。
そう、まあグラスに注いだら多分その通りなんですよ、その通りなんですよ。うん、ハイボールは、ちなみに大体缶で飲むと 7% ですね。うん、あのもう本当にその通りで、缶から直で飲むとあのグラスに注いだ時より多分酔いますね。うん、なんでかっていうと、そのまあストゼロをストローで飲むのと同じなんですけど、グラスに注ぐとそこからもう気化してるらしいんですよ、アルコールが。なんでちょっと飛んでるらしいんですよね、アルコールが。だからで缶で飲むと、まあ缶とかストローで飲むと、まあここの飲み口が狭いじゃないですか。だからここからアルコールが飛ばないらしいんですよ。だからその飲んもう直で 7% だったりがガンとくるんで酔いやすいっていう話らしいです。うん、なんでストゼロをストローで飲んでるやつは、酒くずですね。やめましょう本当に死ぬんで、マジで、あれは本当にマジ死ぬんで。というわけであと3分ぐらいですね。はい、うん、本当にやばいです。うん、おすすめしないですね、マジで。ただ酔いたければ、まあでもそれでいいんだと思いますけど、うん。あ、もう、あ、ただ酔いたいだけなら、もうストゼロの500をストローで飲んだら、もう1本で酔えますよ。安上がりです。うん。なんなら、もう、セブンイレブンのセブンプレミアムの、あの、クリアクーラーの 9% 買ったら、めちゃめちゃ安上がりですよ。200円しないですかね、あれ。500でも170円とかなんで、なんなら350ならもう100円とかで買えますよ。おすすめです、酔いたければね。あー、鬼殺しのパックはダメですね。うん、まあ言うてでも、まああれも 16% か、 16% はきついな。なんで、ただまあ本当に今日はもういや、もう嫌なことがあったから、もう酒でも飲んで忘れたいなっていう時に、もうストロングゼロの500とかをストローで飲んだら飛ぶんでね。まあ一時マジでやってましたけど、本当に。じゃああと2分ぐらいですね。はい、じゃあ今週もありがとうございました。うん、次は月曜日にノーワンサバイブをやって、やってました。あの一時女に振られて、あの焼け酒ずっと毎日してた時があって、マジであの時はあのアル中でしたね。うん、はい、お疲れ様でした。で、じゃあ月曜日にノーワンサバイブの配信やって、金曜日は誕生日生誕祭っつってマスターオブエピックをやりますいつもの通りですはい、ケーキは食います。はい、というわけでじゃあこんなとこでいいですかね。こう、じゃあね、じゃあなんか特別なことをやるっていうことで、とりあえず金曜日は22時から、いや、俺は生まれてきてありがとうだよ。本当に。ありがとうございます。はい。じゃあ、金曜日は、じゃあ22時から3時間やりますね。というわけで。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、来週もお願いします。おやすみなさい。